満足いってます、はい。今日はあの解説がですね、横浜の先輩の中田さんなんですが、知ってました。だから一軍的にはどうしてもこの、はい、まあ、打たれたくない気持ちがやっぱコースね狙って、はい、やっぱ打たないカンちゃんのヒットもね、はい、普通だったらね難しくてね、はい、打てないコースだったよね。切れ出してもっと速くなると思うから、はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様。東芝府中でタイガースということで、まあ、言いますとその横浜からタイガースね、もうちょっと、まあ、厳しかったかも分からないですけど、今までの、ね、解説の中でやっぱり頑張ってほしいっていうね、はい、気持ちがあったんで。でも今日の江坂投手でした。現在4回の表のウェスタンリーグの攻撃、一緒にもフォアボールですから ね、 からね。そしてバッターはゴンザレス。いろんな変化球ありますけど、一番打てないのは、速いまっすぐってみんな答えましたね。変化するもんね、はい、これはいいスピードを出すんですか。とてもテレアさんで、だからすごく違うんですよね。マウンドの五十嵐選手とちょっと僕も見てて信じられなかったんですけど、それが今のピッチングをはまってしまうということがあるんですかね。だから全部聞いてったらね、バラバラになっちゃうと思うんですよ。パンクしちゃいますか。はい、仕上げました。サードフライ、サードは渡辺です。千葉ロッテマリーンズ、ボールを取る。そうですね、ねえ、そのどうして一軍へ上がれないんだろうっていう、素直な、そんな、その1軍と2軍の壁っていうのは、その力以上に心の壁っていうのは結構大きそうですね。いや、大きいですね。前進という形で、いけないんですからね。